州内のノーサンバーランド軍の位置。軍内のジョーダン軍区の位置。ジョーダン軍区は、アメリカが州国ペンシルベニア州、ノーサンバーランド軍にある軍区である。2000年現在の人口は761人。アメリカ国勢調査局によると、ジョーダン軍区の総面積は44.8平方キロメートルで、すべて陸地である。2000年の国勢調査によると、 上段軍区の人口は761人であり、296世帯238家族が居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり17.0人である。317件の家があり、1平方キロメートルあたり7.1件の家が建っている。町の人種構成は99.87%が白人、0.00%が 黒人内種アフリカ系アメリカ人0.00%がアメリカ先住民0.00%がアジア人0.00%が太平洋諸島系0.13%がその他の人種であり0.00%は混血である人口の0.53%はラテン系である全世帯の28.0%には18歳未満の子供が同居しており 75.3%は夫婦で一緒に生活している。3.0%は夫のいない女性が接待種であり、19.3%は独身である。全世帯の15.5%は一人暮らしであり、6.1%が65歳以上である。平均世帯人数は2.57人、平均家族人数は2.86人である。上段群区の人口は、 19.2%が18歳未満、18歳以上24歳以下が9.5%、25歳以上44歳以下が26.8%、45歳以上64歳以下が29.2%、65歳以上が15.4%である。年齢の中央値は43歳である。 女性100人に対して男性は97.7人で、あり、18歳以上の100人の女性に対して男性は97.7人で、ある。町の一世帯あたりの平均収入は42,500ドルで、あり、一家族あたりの平均収入は45,625ドルで、ある。男性の平均収入が29,375ドルに、対し、 女性の平均収入は2023ドルである。一人当たりの収入は16,839ドルである。人口の4.7%が極貧層である。18歳以下の住民の6.6%、65歳以上の住民の5.3%は貧しい生活を送っている。ありがとうございます。